次々と記録を塗り替える陸上女子の田中希実、24イコールニューバランスに対し、思い出の力もメッセージが送られた。写真、笑顔で W ピースする田中希実、一昨年の東京五輪では、江戸川区陸上競技場、スピアーズ・エドリック・フィールド、を各国の陸上選手が練習会場として使用。田中も調整の一環で利用し、1500メートルで日本記録。 3分59秒19を受立した。日本女子初の3分台を叩き出したこともあり、大会後に田中が競技場を訪れた際には、電光掲示板でメッセージを送ったという。東京五輪後の田中は調子を落とした時期もあったが、8月に行われた世界選手権の5000メートルで日本記録、14分37秒98をマークした。さらには9月のダイヤモンドリーグ、DL、 ブリュッセル大会の同種目では14分29秒18の日本新記録で3位。世界の舞台で堂々たる走りを見せている。先日にはハードスケジュールの合間を縫って田中が再び競技場を訪問。そのタイミングに合わせて、電光掲示板には、5000メートル日本新おめでとう田中望選手、などと記したメッセージが寄せられていた。競技場の担当者は、 先日田中選手が練習で使用された際に、母行為でやらせていただきました、と明かした。直近の田中は欧米遠征から12日に帰国したが、14日には DL ファイナル、16から17日、米オレゴン州友人に向けて出国した。一つでも上の順位を目指す中で、日本からのメッセージは大きな力になること間違いなしだ。